ようこそいらっしゃいませ。今回の動画なんですけれども、はい、地元の大臣の拓坊がね、久々に来ていただいたってことは、そうです、拓坊のね、まあ、練習企画ってことで、以前もね、まあ、隣に乗ってもらったんですけど、茨城の、陳内さん行った時の動画があるんですけど、まあ、それの続きってことで、その企画になります。で、今回の企画なんですけれども、お互いね、気になるスポットがありまして、今回行くことになりました。で、どこに行くかと言いますと、今年の初め頃かな、完全に工事が終わったんですけれども、群馬県と新潟県を結ぶ新三国峠トンネルです。はい、旧三国峠トンネルは、あそこの土かな、土壌がまあ酸性が強いってことで、補強に補強を重ねて、道幅、そして高さが極端にね、狭くなっちゃったり低くなっちゃったりとかして、大型バスとか大型トラック同士のすれ違いが極めて難しい状態になってたんですね。で、まあ、ご存知の方はいらっしゃると思うんですけれども、関越自動車道あると思うんですよ。で、関越自動車道の、群馬県と新潟県を結ぶ関越トンネルあると思うんですけれども、あそこは、大型トラックが通れないんですね。で、となると、もう唯一下道、17号でいいのかな、あれは。で、なる、三国峠トンネルを通らなきゃいけなかったんですけれども、新三国峠トンネルが、まあ、開通したので、ちょっとお互いね、今回、都合つきましたんで、もう、拓坊のね、もう愛車の、マーチニスモ S でどんなもんか、拓坊の、練習がてらね、行っていきたいと思います。で、まあ、途中になるとは思うんですけれども、まあ、拓坊自身が、最近ね、道の駅に、まあ、ハマっているってことで、まあ、道の駅のその特産物とか有名なものだったりとか、サービスエリア、パーキングエリアとかも寄って、まあ、有名なものとかね、見れたらいいかなと思っております。はい。早速ね、目的地に向かいたいと思います。それじゃあ、行ってみよう。世界みたいになっちゃってるけど。すごいね、本当ね。すごいね。おお、もう三国トンネル近いぜ。ここだね。いいね。いよいよ新潟行くぜ。この休憩スペースあったんだね。止まってるね。止まってるね。この先飛んでる車間取り。あれだ。いよいよ。はい、こちら側がね、新三国トンネルの群馬県側の入り口ですね。右側がね、旧三国トンネルで、こっちがね、新三国トンネルです。旧三国トンネル側はね、まあ、土壌がね、まあ、酸性が強いってことで補強工事しまくったおかげで、幅、あとは高さがね、狭くなっちゃって、大型トラック、大型バス同士がすれ違いがね、厳しくなっちゃったんですけど、それらを解消すべく、ね、こちらの新三国トンネルが今年の、3月かなに全面開通して、とてもね、快適に通行ができるようになりました。さあ、それではね、このマーチニスモ S で通ってみたいと思います。1284メートル。あ、はい、新三国トンネルです。はい、こちらはね、
新三国トンネルの新潟側の入り口ですね。はい、こっちが新三国トンネルで、隣がね、はい、旧三国トンネルですね。いやー、ほんとね、天気はこちらが微妙なんだけど、ドライブはね、快適です。あー、こうなってんだ。ほらね、すごいね、全く違うんだね。それじゃあねと思うわけですよ。道の駅行く前にね、ちょっと苗場の風景をちょっとだけね、もう懐かしい人はね、懐かしいんでしょうけど、俺もこれ好きだよ、うん、小出の方に、うん、これを持って帰るの。はい、ということでね、今回の、まあ、最終目的地に近づいております。で、これからね、これね、今関越の上りね、なんだけど、関越トンネルね、通って、で、谷川岳パーキングエリアに寄ってね、軽くまた観光したいと思います。で、最後は赤城高原サービスエリアかなに寄って、またね、角棒のね、うまいもんいろいろね、また見つけていきたいと思います。これが、ね、関越トンネルでございます。11,055m です。はい、行ってみましょう。はい、ということでね、無事に戻ってきました。もうね、今回久々ね、タクボート、まあ、ドライブ企画ってことでね、行ってきたんですけれども、まあ、全体の、まあ、感想としては、やっぱタクボー自身が、まあ、マーチもそうなんですけど、高速の運転にだいぶ慣れたようで、追い越し、ね、あとはインターから本線への合流、もうね、難なくできるようになりましたね。うん。あと、渋滞、結構ね、いろいろあったんですけれども、まあ、そこまで
ひどく演奏するとか特になく、ね、まあ、途中雨も降ったり、あとはもう急勾配ね、あの急コーナー結構えぐいとこあったんですけれども、難なくね、まあ、通過できて無事に帰ってこれました。はい、でやっぱり今回はね、あの新三国峠ね行ってきたと思うんですけれども、本当に快適ですよね。うん、本当にあの10トントレーラーが2台すれ違っても何の問題なくね、あの通れると思いますし、あとはその関越がね、危険物搭載車両は通れないんで、まあ全然難なくね通れるんじゃないかなと思います。はい、それはよく分かりましたよね。こうただ旧三国トンネルのようにね、もしかしたらその土壌がね、まあ、酸性が結構強いってことで、もしかしたらとあるんですけれども、そこはね今の日本の技術です。そんなにはねダメージは少なくすると思いますんで、もし皆さんもね機会がありましたら、ぜひともね、もう日本のもう技術が、ね、詰まっている新三国峠ね、ドライブがてら行ってみたらいいかと思います。あとはね、まあ、拓望の、道の駅とか、あとはパーキングエリアの、まあ、いろいろ回った下りについてはちょっと別動画でね、こんな感じだよってことでね、ご紹介できればなと思います。ちょっとそれはそれで後で拓望にね、また一言ね感想いただこうと思います。はい、あと関越トンネルですね。関越トンネルはまあ行き慣れてるというかね、まあ何度か通ってるとは思うんですけれども、それでもね、いや工事が多かった今日は。うん、と言っときながらも、そうやってあのまあイレギュラーな状態であっても冷静に判断して拓望を運転してくれるんで、あとは本当に何回か慣れれば、まあ、まあ車もいいんでね、多分拓望単独でねもっと遠くの方行って、なんか堂々巡りできるんじゃないかなと思います。はい、まああれかな、唯一言うのであれば、自分がマーク2で拓望がマーチで2台で行くときに東北道ね乗ったことがないっていう話なんで、例えばですけど2人で恵比寿サーキットに遊びに行くとかねあると思うんですけれども、そういうことがね、まあ、あればもっとね練習になるんじゃないかなと思います。もうね、あの二本松まで行くのはね、あのドライブというよりかほぼ遠征なんでね結構きついかもしれないですけど、まあそれはそれで楽しんでいきたいと思います。はい、ちょっと今回のね、じゃ あのドライブについてちょっと拓望に一言、道の駅とサービスエリアのちょっと以外のことで今回運転とかについてね感想をいただこうと思います。はい、まあ一番驚いたのはね、やっぱりあの17号のカーブの多さもう群馬県側もそうですし、うん、新潟県側もね、うん、あんな急なカーブになってると思わなくてね、そう普段はやっぱり関越で行っちゃうんで、うん、もう全然ね、うん、ちょっとカーブのきつさにねちょっとびっくりしちゃったんですけどまあまあああいう道もあるんだなっていうね、うん、ことでねちょっとこういろいろ勉強になったんでね、うん、まあ、また今度どっかね違うところを探して、うん、あのまた同じようにねあのやれたらなと思っております、うん、ありがとうございました。またね違うところ行きましょう、行きましょう、はい、ということでね、まあ今回はね、まあ、拓望の、まあ、ドライブ練習というかドライブ企画だったんですけれども、もしね気になる方いらっしゃいましたら、今回の動画もね参考していただければなと思います。この動画が良ければグッドボタンと、良ければチャンネル登録とかコメントをしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、今回の動画でございます。新三国峠および関越道行ってみた、まあ、拓望の練習ってことでね、動画の方をお送りしました。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。それでは、それでは、それでは。